はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はニトリ購入品、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、ということで今回はニトリの購入品を紹介していきます。今回は合計9971円で主に新商品を中心に紹介していきます。こちら毎日取り替えキッチンスポンジ30個入りで、こちらは299円になります。ここにミシン目があるので、はい、こんな感じでペロンと破りましたが、ちょっと普通に破れちゃった。サイズは約 50×110×12mm らしいです。材質がポリウレタンフォーム、水切れが良さそうなスポンジです。スポンジはいつも使うね、お気に入りのスポンジがあるんですけれども、めちゃくちゃ汚れたフライパン、油がギトギトなフライパンだったりとか、ちょっと汚れたところを掃除、スポンジで磨きたいときに、こういった使い捨てのものあると便利かなと思って今回購入しました。約300円なので1個あたり10円ぐらいですね。かなりコスパもいいんではないかなと思います。ちょっとカメラのボタンを押せなくなるので素手で磨きます。てか水垢がすごいやばい。こうやって色がついちゃうから使い捨ていいですね。結構綺麗になりました。薄いから細かいところも掃除しやすそう。続いてはこちら、柔らかサラサラ珪藻土入りバスマット 38×59cm のものを購入しました。こちらが1990円ですね。今回ね、大きいタイプ買ったんですけれども、前回ね、小さいタイプを買ったんですよ。で、ちょっと別のお宅で使ってもらったんですけれども、かれこれ1ヶ月半ぐらい経つのかな、すごい快適に使えてるよと聞いたので、我が家も変えてみようと思って、今回こちらにしました。濡れたままのバスタオルを放っておくとね、こう水分が入って、雑菌が増えてしまったりとかするので、まあまあさっと洗えばいいんですけどね、まあできない時もあるから、こういったものの方がね衛生的に使えるかなと思って選びました。でも普通の珪藻土マットだと、前回もそうなんですけど割れてしまったりとかするんですよね。でそういったマットの処分とかも大変だし、こういうタイプの方が扱いやすいかなと思って今回買いました。はい、実際に開けてみるとこんな感じで、結構ねプニプニした感じの素材です。で下が滑り止めになっているのかな、こんな感じになっております。今10秒ぐらい経ったんですけど、まだ足跡残ってるんですけど、徐々に乾いてきてますね。はい、続いてはこちらのハンガーを購入しました。304円ですね。幅 38cm、 私はこのホワイト系のカラー買ったんですけど、確かグレー系のカラーもあったと思います。これは娘の部屋で使っていて、リピート購入品です。こちらのね、いいところはこことね、ここのところに滑り止めがあるのと、このね、丸首がかけやすい形状になっているので、まあ、洗濯物を干す時とか、こう襟のところ伸ばしちゃったりするじゃないですか。そういった時もこれだったらハンガーにとてもかけやすいです。一応まあキャミソールとかもね、かけれる感じにもなっています。これ結構ね、おすすめなハンガーです。はい、続いてはこちらのステンレス布団バサミを買いました。699円です。オールステンレスなので錆びにくくて、すごいしっかりとしています。100均とか、まあ、安く売っているね、こういった布団バサミって、こうプラスチックっていうのかな、割れちゃうような素材なものが多いじゃないですか。外とかに置いている人だと特にね、劣化しやすいと思うんですよね。だからこういうのね、あったらすごい便利そうじゃないですか。布団を干すスペースがね、こう厚みがあるとこのはまらないじゃないですか。これだったらこんな感じでめちゃくちゃ開くので、布団バサミが使えないような形状の場所でもこれだったら使えるっていうパターンがあるんではないでしょうか。洗面台下整理ボックスロータイプスリムで、幅が 6.5×奥行き 32.1cm、 高さ 12.2cm のものです。で、お値段が299円。我が家洗面台下の収納はこのニトリのね、伸縮の台とこちらのシリーズのケースを使っているんですけれども、今回ね、新サイズがいろいろと出ていました。私はこのスリムなサイズを買ったんですけれども、朝方のタイプとかね、出てました。でね、これすごい便利そうなサイズ感じゃないですか。
まあ、例えば電子レンジの横とかに置いてキッチンマット収納とかそういうのにも使えそうですし、細くて長いのでこうブラシ系だったりとかそういったものの、ね、収納にも適してそうです。で穴もあるので引き出しやすいです。奥行きも結構あるので使いやすいんではないかなと思います。で続いてがこちら、整理ボックス用仕切り4枚入り399円です。こちらは先ほど紹介したこのねケースのもうちょっと横幅があるタイプの仕切りに使えるというものになっています。このシリーズのケースを使っているので試しに買ってみました。これがレールですね。はめるだけ、ここでこうはめるのかな、こんな感じで連結できます。これで仕切りの位置を変えれるみたいです。はい、こんな感じで仕切ることができました。入れたいものが変わっても仕切りの位置を移動できるのでとても便利そうです。はい、続いてはこちら、伸縮するハンガーです。でこちらのお値段が、1990円です。なのでこういったピンチハンガー持っているんですけれども、ちょっと子供たちのね洗濯物が増えたりだとかしたので、こう予備用にねあると便利かなと思って購入しました。こう予備に場所取るの嫌じゃないですか。はい、実際開けるとこんな感じでビヨーンと伸びます。固定します。このピンチの位置はこうずらしたりすることもできるので、干すものによって間隔を変えることができます。結構強力ですね。若干硬いです。でこうね引っ張って取ることはできないので手間ですが、こう取らないといけない。こちらはサンウェイステンレスタンブラライフ470で、これね本当はね999円税込みらしいんですけれども、展示品だったので 20% 引きで799円で購入できました。てかね展示品これしかなかったのでね、これにしました。こんな感じでね蓋がついていて、でパッキンもついています。でスライドで飲み口を出せるというものですね。これのね、いいなと思ったポイントは、私よくコンビニでね、アイスカフェラテ買うんですけれども、お家に置いてるとすぐ氷が溶けて薄まってしまうので、これはね、そのままパッと入れれるみたいなので購入しました。あると便利ですよね。ホワイトっていうのも可愛くて気に入りました。はい、次はこちらの、ザルとねボール買いました。ザルが799円で、ね、ボールが699円です。今こういった大きめのザルはずっとね100均のものを使っていたんですけれども、このね目にね野菜とかが挟まってしまって洗う時すごい大変なんですよ。だからねこういったパンチングザルがいいかなと思って購入しました。こうね重ねた時にここに微妙に隙間があるので取りやすいらしいです。でボールはね特に買う予定はなかったんですけれども、これとセットで紹介したいなと思って購入しました。でね中にはね便利なメモリがついているので、例えばなんだろうな、おやつとか、おやつ、お菓子作りの時とか便利なのかなと思います。500から 3000ml まで中でね測ることができます。でこちらのね一番の特徴は後ろがねシリコンゴムっていうのかな、滑りにくい素材になっています。なのでこうキッチン台とかに置いて混ぜる時もボールがねこう動かなくて混ぜやすいっていうらしいです。こうニトリでもねかなり人気な商品みたいです。で続いてがこちら、キュウリネギスライサー499円です。こういったねスライサー持ってるんですけれども、なんか大きいのでねパパッとちょこっと使いたい時にちょっと不便だなと思ったので、今回ねこちらの小さいものを買いました。薬味おろし付きなのでこうちょっと生姜すりたいなって時にも便利ですし、あとはコンパクトなので本当に扱いやすそう、そしてなんと食洗機対応なのでそこもすごいお気に入りのポイント。こういった便利グッズね本当ね買うとすぐ物増えるんで要注意なんですけれども、気になる方もいるのかなと思って購入してみました。ラストがこちら、冷たくて硬いバターがすぐ切れるバターカットケースです。
これ SNS とかあとは楽天とかで見てすごい気になっていた商品です。まずは付属のヘラがあるので半分にしてこの網の上に乗せて押し込むという感じですね。ちょっと初めてやったのでうまくね若干できなかったんですけれども、こんな感じでカットされます。でカットしたらあとは蓋して冷蔵庫にしまっておけます。すっごい便利。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。